はい、こんにちは、トモです。今回はですね、ケーブルについてちょっとね、お話ししたいと思うんですね。皆さんも、ギターを弾いてると、エレキギターでいろんなケーブル使うと思うんですけども、僕自身もですね、初めはカナレケーブルっていうのを、日本で使ってて、アメリカ来てからですね、いろいろなケーブルを使い出して、で、モンスターケーブルっていうので使ってね、それでかなり変わって、その後、モガミケーブルとかいろんなケーブルを使ったんですが、結局ですね、僕はどこで何を決めたかというと、余計なミッドとか余計な低音が出ないケーブルを探したので、僕の場合はプロビデンスケーブルで、収まったんですね。でこれがそんな感じのサウンドです。もちろんね、皆さんも好きなケーブルをですね、試してもらったらいいんですけども、まずはなんかね、2つぐらいなんか友達に借りるとか、ちょっと違いをね、やってみるのがいいと思うんですね。で結構難しいところは、あんまりケーブルが長すぎるとやっぱ劣化というか音が良くないので、僕今これ2メートルのケーブルなんですね。でなんで2メートル使ってるかって言ったら、レッスンとか家で練習するときってやっぱこれぐらいのね、長さで十分なんで、だからバークリーのレッスンもギター、僕の家のね、スカイプレッスンもいうのも、こう2メートルのケーブル で、ステージは、さすがにやっぱりちょっとね、広い時は、大体ね、4メーターなんですよ。なんでかって言ったら3メートル、5メートルなんで、大体。で、その間の5メートルだとちょっと長くて、3メートルちょっと短いんで、4メートルで、フェスティバルとかなったら、5メートル、6メートルっていうのを一応用意してるんですね。で、こんな感じで、例えばこれが僕の使ってる、ケーブルなんですね。こんな感じで。で、やっぱりこのね、なんていうんですかね、これ。プラグの部分もとてもしっかりしててですね。で、こちらがちょっと長い目で、こちらがちょっと短い目になってますね。エフェクトにつなげる部分とか。そうそう。で、これが E205 っていうやつで、結構ね、わかるでしょうかね。こうソフトなんですね。ソフトなんで、こういう部分も音にとても影響を受けるとですね。であとはこのパッチケーブルは、エフェクトのパッチケーブルはこういうやつですね。で長さも僕も選んでるんで、これが F203 というやつで、音がとってもいいです、ナチュラル でこんな感じで、ね、パッチケーブルはこれ で他にもですね、プロビデンスは、例えば S101 とか僕も持ってるんですが、ちょっとねトップの抜けがいいやつとかもあるんで、いろいろ試してもらったらいいと思うんですが、例えば今みたいにで、これ今ミルクマンアンプ使ってるんで、まあ、フェンダータイプのアンプでですね、とてもベースもすごく出るんで、ね、かなりベースも出るんで、ちょっと今みたいで、キャビネットはストリングドライバーのキャビネットで、中身は、エミネンスの TF12、これが僕のシグネチャーなんですけども、それでね、これはトレブルは結構効くので
で例えばやると。いいのでですね、このケーブルの僕の好きな特徴は、低音が本当にナチュラルで、ミッドもナチュラルで、トレブルが本当にこうギターの良さが抜けるので、全てのダイナミクスが出せるんですね。まあ、こんな感じで皆さんもですね、ケーブルの良さ違い、そしてせっかくね、いいギターとアンプ持っておられると思うので、ケーブルはちょっといいものを使ってみてください。それではまた次回。